船橋競馬ハートビートナイターメインレースを迎えました第11競走重賞第23回京成杯グランドマイラーズ S33 歳以上オープン 1600m 豪華メンバー12頭によって争われます馬場状態の発表、量ですアンサンブルライフコパノチャーリー臨蔵チャレルカジノ本店ウェイトシーサダムリスペクトリッカルドセンチュリオンベンテン小僧・コゾキャプテン・キンググレンツェントサルサディオーネ 枠入り順調に進んでいます12番、サルサディオーネすでにゲート内最後は11番、グレンツェント前走、川崎マイラーズに続いて重賞制覇を狙いますグレンツェント、収まりました枠入り完了スタートしましたうち1番アンサンブルライフコススタート ダッシュがいいのは4番カジノフォンテンそして外から一気に12番サルサディオーネ上がっていきますサルサディオーネ先頭に立ちました4番カジノフォンテン外から10番キャプテンキング2番手3番手並んで7番のリッカルドこの圏内外目から上がっていきます内々は1番アンサンブルライフそして5番のウェイトシー残り1200を前は通過2コーナーカーブに入っていきます 先頭12番のサルサ・ディオーネ抜け出しました一馬審一馬審半のリード10番キャプテンキングが2番手に上がっていきますあまり差がなく4番カジノ本店7番リッカルドリッカルドが3番手カジノ本店4番手向こう上面中央に向かいます 外から押し上げていく11番グレンツェントさらには5番ウェイトシー1番アンサンブルライフこの圏内3番リンゾ蔵チャネルが続いて中段後ろあとはバラケ加減で2番のコパノチャーリー後方4番手6番のサダム・リスペクト外から追い上げる8番センチュリオン連覇がかかる9番ベンテン小僧はシンガリ600を切りました3コーナーのカーブ12番サルサ・ディオーネリードがなくなってきた外から並んでくる10番のキャプテン・キングそして4番カジノ本店 7番のリッカルド3番手4番手これに加わってくる11番グレンツェントあとは3番リンゾ蔵チャネル4コーナーカーブから直線前が固まってきた逃げる12番のサルサディオーネ後続を突き放しにかかりますが4番のカジノ本店が迫ってくるあとは11番のグレンツェント200を切った前が広がってくる粘るサルサディオーネ並んで4番カジノ本店追い込んでくるグレンツェントさらには3番のリンゾ蔵チャネルも突っ込んでくる抜けたのは4番のカジノ本店ゴリッ 重賞制覇なりました4番カジノ本店ゴール前3頭固まった混戦でしたがわずかに4番カジノ本店抜け出しました2番手争いで12番サルサディオーネ11番グレンツェントサルサディオーネレチグレンツェントグレンツェントサルサディオーネ2番手争いは接戦 あとは3番、臨蔵チャネル追い上げて4番手9番、ベンテンコゾ8番、センチュリオンその後ろに続いています後遺追走から粘ろうとする12番、サルサディオーネの外へ出して外からは11番のグレンチェントも迫ってきましたが4番、カジノ本店ゴール前ぐいっと伸びて抜け出しました 名品ジーナ・フォンテンの子4番カジノ・フォンテン重賞制覇なりました第23回形成杯グランドマイラーズを制しています安城・張田昭騎手管理する山下孝之調教師どちらも重賞初制覇となりました勝ったのは4番カジノ・フォンテン2番手わずかに12番サルサ・ディオーネ11番グレン・セェントが3番手です第23回形成杯グランドマイラーズが終わりました確定までお待ちください